ちょっと失礼。じゃあ木の枝と葉っぱを拾いに行こうか。うん、でももちゃん一人で拾ってくる。一人で？うん、大丈夫。木と、茶色い葉っぱ？うん、父ちゃんも一回行ってから一緒にやって教えてあげる。そしたら一人でやってみよう。あっち？あっち、ちょっと行ってみよう。じゃあちょっと行くよ。じゃあ拾っていくね。はい。細い分とかでもいい？いいよ。はい。父ちゃんこれ持っていこう。大きい。父ちゃんが置いたところに置いて。はい。分かった？はい。おお、すごいすごい。すごい上手上手。じゃあ最初は高さから持った場所ですよ。じゃあまず最初にグレタマ。みんなこんにちは。こういう感じですね。じゃあ次はここにあるこっちの2番目。僕だよ。僕だよ。僕初めて動画に出る。最後これ茶色むずちゃんが作ったんだよ。いい、せーの、たこ焼き。あのね、この中に5個サンタさんからもらった分があるから、これもサンタさんからもらった。じゃあね、じゃあちょっと紹介しておくね。じゃあまず一緒にサンタさんからもらった分からね。まずこれ。みんな僕はサンタさんのトンキッキュー。初めてだ、初めてだ。なんでここにカメラがあるの。初めてだ。次いくよ。はい、トンカツ。次はこれ、普通のトンカツだけどかわいい。僕だよ。見て見て、エビフライの尻尾が。次はとんかつのスクイーズ。はい、かわいいでしょ。とんかつはおしまいだね。もうとんかつだな。それサンタさんからもらったやつ。はい、とかけとかけとかでです。イエーイ。お似合い。お似合い。緑のペンギンの方は何がついてるんだっけ。キュウリがついとって、こっちは何もついてないよ。その緑のやつはほんまにペンギンなんかね。昔はお皿があったような気がするよ。ペンギンでした。これはね、並べ方がちゃんとあるんだよ。あ、じゃあご飯をちょっと出しますよ。最初のご飯。はい、お刺身イエーイ。その次カップラーメンイエーイ。最初はこれカンパチ。カンパチ。その次はなんと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 、さよりと、うん、エビ。あ、これどっちかが落としたやつ、この前動画で。こっち動画で落としたの。そう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 、よう覚えてるね。みんなわかるかね。じゃあ一つずつそっちについて見せてあげようか。長いのがわからんけど、これね、わかる？みんな、みんなわかるかな。あ、カンパチです。サヨリです。最後これ、一番大好きなやつだね。一番大好きなエビ。エビ、ここで初めて食べるか。この上のサランラップ外し終わってくる。分かった、全部、うん、分かった。あ、だったら父ちゃん来てからやるて。はい、こういう感じでした。どれも美味しそう。美味しそうで早く食べ。
父ちゃんのお菓子はここにあったか。楽しそうだね。あったかいお茶がいいな。冷たいお茶でもいいけど。醤油、醤油もご紹介。醤油を見せましょうね。醤油はこちら。お刺身。アンドシャーユー、やった、あったかいお茶がよかった。今ね、醤油を見せとった。うん、お刺身じゃないけど。あー、あったかそう。手で触りたい。はい、あったかい。ね、ちょっと寒いけどね。もーちゃん、最初にエビとか食べたい。え、全部当てよう。全部当てよう、いいよ。で、こっちは当てるね。うん、父ちゃんわさびで食べたら。わさび父ちゃんかけて食べようかな。はい、かけすぎの方が美味しいんだ。かけすぎの方が美味しい。じゃあ食べてもいい？いいよ、いいよ、どうぞ。じゃあエビから行こう。エビから食べる。あ、あったかい。ずっと触ってきたい。ずっと触ってきたいね。うん、じゃあ。あ、見てでかい。まだすごい。大根ポロチ。この頭も一応ついてるね。一応だ。一応ついた。十点買った。そうなの。美味しそうだ。大根。食べますか。はい、じゃあいただきます。いただきます。うん。美味しいね。すごく甘い味がする。だって一個しかなかった。おいしいけ。じゃあさよりも食べてみようかな。おいしい。うん、甘くておいしい。じゃあもうじゃん。ポロって落ちた。だってここじゃないって。そうだね。うん。だって落ちた。最後これ。なんだっけ。うん。カンパチ。カンパチ。カンパチ美味しいかも。手が切れた。うん、美味しい。あ、もうじゃあ切れた。手が震える。最後カンパチ。すごい。だってが一番ね、甘い。これが好き。うん、甘くて美味しいもんね。うん、このね、大根も美味しいですよ。これが食べ終わってるの、まだラーメンがある。うん、どれも美味しいね。あそこに行ってよかったわ。お魚さんね。震える手が。大丈夫。うん。カンパチしか名前覚えてない。やべ、カンパチ。さより。あ、やだやだ。大根くんつかないで。あなた、あなたがつくとダメなのよ。ちょっと美味しくないわよ。あなたが近ない。ないよ、あなた。あ、ちょっと失礼。じゃあ、ラーメンも早く。ラーメンも早く来るので、ちょっと待って。あなた、たくさんこぼしてるから。大丈夫、あなた。ごめんごめん。エビも手で食べてる。順番は1番、うん、
2番、うん、3番。おお、そうか。いくぜ。あ、これ止まったよ。はい。まだいる？もうちょっとだ。よし、じゃあもちゃん、蓋を半分開けてくれる？はい、わかった。え、蓋を半分だけ？ええ。え、ここぐらい？あ、父ちゃんお湯入れるよ。父ちゃん行った。あ、まだまだ大丈夫か。よし。面白いな。わ、入れすぎた？いや、入れすぎない。夜間があればいいんだけどね、夜間も変わんといけんね。上からキュッと膨らんでくれて大丈夫。じゃあ蓋を閉めてください。はい。じゃあこのお茶で蓋閉めてもいい？お茶ダメか。シールで閉める？うん、シールで閉めるんよ。こういう感じで、うん、そう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 、ね、両方もただこの上をこの割り箸で蓋しとこうか。この上からね、うん、よしよし、まず大体イエイ。はい、じゃあ3分間待ちます。はい、30分までできます。おーわー、オーマイガー、オーマイガー。はい、座ってごらん。はい、分かった。はい、これを赤、美味しそうね。美味しそう。父ちゃんのはあれ、父ちゃんのもあったか。じゃあいただきます。はい、どうぞ。父ちゃんに食べちゃう。え、はい、できるのか、もっと食べるのか。もぐらさん、見てもいい？うん。大丈夫？父さんのゴム貸してあげようか。縛ろうか。多分外れると思うよ。外れるかも。外れてもいいよ。いいよ。いい。で、さあ、そいや、あ、いい感じに出てきたよ。ナンバーファイヤーなんだよ。感じ。いい感じ。ナンバーファイヤー超えてきた。よっしゃ。ナンバーファイヤー超えてきた。ナンバーファイヤー超えてきた。ナンバーファイヤー。いや、これてきたよ。もうちょっとつけたと大丈夫。だってこの間もう焦げたらどうするの？火がついたらどうするの？ここに。これ食べてみますか？うん。じゃあ待って。じゃあこっちでいただきますしてもいい？はい。いただきます。美味しいかね。どうぞ。食べるよ。いいよ。はい。変な恋になっ
ちゃった。なんだこれ。1、2、3、4、5。怖いよ。怖い。だってね。だってここに火がつく。これちゃったらどうするんだよ。これたらもう食べれないぞ。いい感じで、あと10で終わり。せーのが3、1、2、3、4、5、6、7、8、10、10。よし、完成だ。完成した。じゃあもう一回いただきます。はい。美味しそう、また。あ、やっぱりマシュマロ美味しい。ほら。よかったじゃん。